パストルにサイドスタンドをつけよう、はい、このパストルねサイドスタンドはいいんだけど下のここのところにねあの強度増すのに板打っちゃってあるからまずそれ外しますね、まあ、このパストルの中に強度 いらないかもしれないけど、まあ、あった方がねまあ絵柄としたらここはねラチェットでやった方がかっこいいけどねラチェット探すのめんどくさいんだよ遠見でいいよ遠見こんなに手間かっちゃダメだよねラチェット用意しろよ何やってんだ俺は。でもこれ鉄板をこのダブルになってるねシャーシのところにこうやって平たい鉄板を打つとさ相当強度上がってるよねこれね、まあ、そんなにスピード出ないんだけどさこれ何馬力やんねパストルって大事はい取れたあれこれ鉄板だけじゃないのああ違うものもつけてあんのねあらまあらまいや参ったねこれということはってことは台座になってたのねこれ強度じゃなくてねはい台座になって使ってたってことはですよもう一回これ台座つけなきゃいけないじゃんパーツがついてるんだからってことはこの台座をくり抜かないとこのサイドスタンドはつかねえってことだよねいやーどうしようくり抜くからねこれ何ミリの鉄板3ミリぐらいの鉄板やるかやろうプラスもねじましちょっと待ってこれとこれ外せばいいだけだよねよく作ってあんなこれ、はい、これはああ上にこの端子が2本つくのね覚えてろ覚えとけよトモさん覚えててよ覚えててよこれクリーンだねちょっと待ってこれどうやって切ったのこうあってこう向いてたの、うん、ちょっと待ってちょっと待って誰に言ってもらってさっきからちょっと待ってこれがこうでこうついてたのねだよね、で端子端子だよね、はい、でこうついてたのかなこれこれ穴ぼこ合う合うねこうついてたのねはいこうついてましたこうついてましたちょっと今見えないところ見せてあげましょうかこんなね具材が乗っかってたのよこのテーブルの上にそうなんですよもう超めんどくさいことになってきましたよこれこれが2本ここのねレールにこう2本入るんですけどギリギリだから今広げたんだけどなかなか入んないで上からじゃないとこう入んないんでこれ外すっていうちょっとめんどくさいのしてたらおい外すかやりますよやりますだけどね舐めてなきゃ身動きも息も始まらないよ舐め切って動こう舐めてかかろう
してもいいとそのくらいでしょう。なめきって動こう。そもそもさ、ちょうどいいのかよ、これ。まあ、やってみなきゃ分かんないか。道具だけ全部揃えてからやれって話だな、これ。これかな。もっとこっちだな。これな。いいか、何かで曲げていいか。はいじゃん。やった。ひどい。あ、これ入んないよ。入るか。バカみたいに入っちゃう。うわぁ。お、一噛みした。お、一噛みぐらい消しにしたんかよ、これ。なんだよ。ダメパーツだな、これ。え？このボルトの厚み分、このボルトの厚み分、これはこれつくんでしょ。このボルトの厚み分、そこ邪魔じゃん。あ、そうだね。こう切りゃいいか。深くまで切りゃいいか。ここまで切るしかないかな。そういうことだね。ちょっとここからに向けて、ここ干渉しないでしょ。はい、大丈夫だ。たださ、これサイドスタンドにしたときにいい感じになるかね。ずいぶん寝ないこれ。もうちょっと。おい、ずいぶん寝ない？うまか。これ倒れちゃうな。え、大丈夫かな？あ、倒れやすいね、これ。あれ？失敗だったかしら？
もっと深く切んなきゃダメかな、ここまで立てるんだったら。いやマフラーに当たってるし。なんだよなんだよ。元に戻します。かかるかどうかだけでもやっておきましょうか。あれ？やばい、なんか繋がってないかな、これ。もしかすると。はい、驚きましたよ。バッテリーがね、今少し弱かったもんでね、電源が入りませんでした。それがここの私配線を間違えたのかと思ってですね、もう一回蓋開けちゃいましたよ。するとどうでしょう、バッテリーがなくてですね、結局これでつくじゃないですか。なんだよ、バッテリーがなかったのかよ。いやいやいや、全部うまくいかない一日、残準備も必要だけどね、舐めてなきゃ身動きも息も始まらないよ。舐め切って動こう、舐めてかかろう、本当に求めているのですかと、息がかり見逃してもいいと、そのないでしょう。舐め切って動こう。何を飾りつけているのでしょう、生まれたては泣くだけ、
指離すだけで音が出るでしょ。これなんでかっていうとですね、この指の先にですね、さっきスプレーしたノリがまだついてるんですね。ベタベタしてる。情報が少なかったんでサービス映像作っておきましょうか。はい、こうマフラー、うちのマフラーかっこよくない？ここ、はい、ここが、膨張室です。これ、はじめそれの空き缶でやろうかと思ったんですけどね。はい、これが膨張室、膨張室を前につけてあげると、はい、こんなかっこいい短い消音器で、マフラーがちょっと、あ、短いね、ツーストの割にみたいのがつくわけですよ。ここだけでちょっと撮りたいじゃん、こうやって、こんな感じ。私映ってないだろうね、きっとね。こんな感じ。いかがでしょうか。慣れてかかろう。